はい、皆様、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。ということで、僕は今、羽田空港にいます。後ろがね、真っ白で分かりにくいと思うんですけど、これからですね、荷物預けて、保安検査を通って、フライトしていきます。やばい、急に実感湧いてきて、すごいんですけど。おにぎりをゲットしました。やっと。食料ゲットしたら嬉しい。早く食べたいです。イエーイ。しました。朝とまで向かっていきます。危ない、なんか落ちる手に。めっちゃ狭いんだけど、沖縄こんなはずじゃなかった。寒すぎる。はい、ちょっとバイバイ。はい、ということでですね、ちょっと部屋でゆっくりしたので、これからご飯を食べに行きたいと思います。ちょっとお店をパッと探してちょっと行ってみたいなと思うとこが一箇所あったので、そちらの方にちょっと向かっていきたいと思います。ちょっと近くに市場、栄町、栄町市場みたいなのがあったので入っていきます。すごい明るい。ステーキが、すげえステーキが気になるんで、この栄町ステーキさんに入っていく。だってさ、ステーキ100グラムって1500円ですよ、やばくないですか。ちょっと入りたいと思います。はい、ということで一軒目ステーキ食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんかすごいですよ、ステーキ100グラムとドリンク3杯でなんと1500円っていう破格で、も生1杯しか飲めなくて、僕生しか飲めないから1杯だけで出てしまったんですけどいや、めちゃめちゃコスパいいと思った。なんかなんならもう 100g ステーキ食べたいなって感じ。ステーキ単品でもその 100g 800円とかで、ね、めっちゃいいなと思った。てかこっちで合ってんのか。ていうかちょっと聞いてください、聞いてください、本当に。聞いてください、僕もう2週間ぶりぐらいにビールを飲みました。僕がビールを、いや、もっとか、もっとぶり、まあでも2週間ぐらいか、ぶりぐらいにビール飲んだ。意外と飲めましたね。ちょっとぶりがつきそうなんで、あんまり飲まないように、体調崩してもあれなんでね、そう、あんま飲まないように。はい、2軒目に向かっていきたいと思います。店を探して歩いてたら国際通りに到着しました。いや、すごくもみほぐしに惹かれてさ、入ろうと思って。もみほぐし、全身もみほぐし60分3000円。
めちゃめちゃ揉んでほしいんですけど、腰痛すぎて。もう一軒ぐらいどっか入ってホテル帰りたいと思います。はい、ということで、この関西食堂、この沖縄関西酒場の新しいに行ってきました。生を頼みました。ということで、お店を出ました。すごいお腹が割といっぱいで満足なんですよ、結構。そうだから、これからホテルに帰ってゆっくりするゆっくりしたいと思います。帰ってきます。ホテルに帰ってきました。今ですね、現在の時刻が9時、27分になっております。はい、てか暖房が効かないんですよね。冷房とドライとか除湿しかなくて暖房が効かないです。さすが沖縄です。はい、これからですね、まあ、寝る準備をねちょっとして、1日目終了ということで、明日も朝から3日間、3泊4日なんですけど、3日間とも食事がついてるので、朝食か、はい、朝ごはんがついてるので、朝ごはんも割と、ね、朝早めなので絶対に食べたいんですよ。で、明日はね、実はランチも予約しちゃったので。そうなんです。なので今日早く寝て、明日早く起きて、朝から一日、天気とかどうなんですかね、わかんないけど、一日、まあちょっとホテルでゆっくりしようかなって思ってます。はい、どうしようかな。寝てる間には調べられないか。寝る前とかになんかしら、あ、パン屋行きたいんだったな、明後日でいいかな、それどうしようかな。もうとりあえず明日ランチ予約したので、あんまり遠出できないので。そうなんですよね。だから明日はこの周辺と、まあホテルメインみたいな感じになるかな。はい、そんな感じで1日目が終了しました。ほぼ移動だったんですけどね、まあバタバタしてこう出たくなかったんで、2時3時前のフライトにして、こっちに夕方に着くようにしたんですけど、はい、
うん、感じで1日目が終了しました。ナイトルーティン撮ろうかなと思ったんですけど明日にします。ゆるく行きたい。なんかもうこの旅はあのゆるく本当に行きたいんですよね。もう何も考えたくないので、何も考えてる、まあ、仕事はちょっとちらついてるんですけど、何もちょっと考えずにゆるく過ごしたいと思ってます。はい、ということで1日目終了です。また明日お会いしましょう。バイバーイ。